はい、録音しました。はい、あ、DM DM なんか、あ、ありました。今週は、太田さん初めてじゃないですか、名前さっき聞いて。そうですよ、うん、太田隆でですね。そうです、太田隆さんと、塩崎聡さんが、はい、2人で、これ2人で2回目ですか。初めて。え、綺麗に2人でな、ほんまですか。あ、他にほんと余計なやつおったんや。余計ですね。二人とも、一応カメラマン、ね、はい、ベテランの、まあ、一応先輩なんですよ。先輩です、もう大先輩。先輩と後輩でいいんですか、ね、はあ、スタジオの、まあ、あれ後輩になるんですね。でももう年経ってるんで。え、何年後輩なんですか。3年後輩。2年か3年。あ、ほんなら一応ね、塩崎さんのこと兄貴兄貴っていつも言ってます。そうです。僕もなんか口癖なんて兄貴兄貴。ビーチでは兄貴って呼ばれてるんです、ね、もう次男なんですけど、兄貴って言われないですけど、塩崎聡さんです、兄貴のね。ほんで今回タイトルがこれ K でいいんですか。 K です。 K で、なんでこれは誰が K にしたんですか。これね、うん、初め森と砂って言ってたんですけど、はいはいはい、兄貴がね、はい、俺は海の写真を出すからあー、これじゃあかんと。これ DM の写真、まずさっき2枚なんですね。だから、塩崎さんのこれが表面になってて、はい、で太田さんの裏っ側が、これですよね。そうです。これはもうこれにしようって始まりました。まだね、この時点で写真がこれしかなかったんですけど。え、塩崎さんはどうなんですか。もう始めから俺はこれでいくぞっていう。K っていうところで、はい、みんな写真を載せたいなと思うんですけど、はいはいはい、ただ砂を出したくない。これどこの海ですか。瀬戸内の海です。あ、はい、鳥取とか日本海とかじゃないです。はいはい、僕ずっとだからちょっと上から撮ってたから、はい、砂丘の上から撮ってるから、ちゃうんですか。あ、違うんですか。今回2人とも自然好きなんですよ。自然写真で、太田さんが森を撮ってて、塩崎さんはずっと砂、砂丘、もう何年撮ってるんですか。27年75歳ですか。いや、27、いや27、25年ぐらいですよ。あ、22ぐらいもやってみましたので、はいはい、そういう、はいはい、塩崎さん今回、初めに写真ちょっとね、写り込みとかあるんで、いやいやいや、はい、これ瀬戸内、そうです。これでもなんか荒れてますよね。風強かった。船から。あ、動く船から。だからこの波がこうなってるんですね。はいはいはい。もうこれちょっと違いますよ。これはこう砂にたどり着くと、うん、風が砂にたどり着く。みたいな。そこから何かストーリーを。今回は詩人の人を横に連れてきてる。パッと言ったらなんかエベレストみたいな。エベレスト、山に見えますね。求めたら山に、山、いやいや山肌みたいな。あ、なんか全部山肌に見えますよね、波関係。そうですよね、人工衛星で撮ったように、ね、はいはい、今見えます。高速シャッター、あ、高いかな。で、こっから先のところは砂に、はい、初デジタル、初デジタル、ね、今までは銀塩っていうか、ハッセル、おもろないおもろないって言われ続けて、いや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 、まあ、今回もなんかバカになりました。うん、いやいや、このね、飛ばし加減ですね。ね、結構今までなんか、どっちかというとダークな世界が多かった。なんか心境の変化、まあ、あっちマイクなんだ。面白くない、面白くないって言われて。多分これ音声大丈夫なのかな。いつもね、それ聞こえてない時あるんですけどね。大丈夫ですかね。大丈夫ですね。もう聞こえてなかった、聞こえてなかったで。うん。僕らだけ楽しんだらいい。この砂からこの海は、海っていうか波っていうか、水は何でなんですか。どういう心境。ずっと、ちょっと先に水では結構取ってたので、はいはいはい、やっ
ぱり水とこう交差するところっていうのは、はいはい、なんかリンクをしてるからな、まあ、なかなか、はい、やっぱりちょっと違うので砂と風景、はいはい、写真として違うからどうかなと思いながら、はいはい、こうデジタルカメラでやることで、はい、高速シャッターとかいうようなことに自分が思っていることが、はいはい、無限化できる状態があったので、はいはい、それは砂と違った形で、うん、表現できるのかちょっとチャレンジ、はいはい、あちゃんと聞こえてますって、さっき来てたメメさんが、なんかね翔平さんなんかね風呂場でプロプロ言ってるような感じで、わからないですよ僕隣の人もなんか半分わからなかったりするんですけど、これがちっちゃいですか、あれ一応マイク、はい、はい、いや一応聞こえてる言ってくれてるからよかったですね、はい、え今日さっき撮影会やってたんですか、この中で、そうです、え誰を撮ってたんです、え取り合いしてたってこと、中で撮ってくれたんです、はい、みんなが、え誰をですか、僕ら二人と間に誰か入っていったから、うん、ああちょっとアイドル兄弟、あ、相変わらず人気ありますね、俺には無理やり来てもらってますか、ね、いや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 、うん、いやまあね、どうなんですかそのフィルムからデジタルにして、なんか反対な感じがして、デジタルとフィルムはやっぱり違うもので、はい、でそれを初めて、うん、そういうフィルムを追いかけたような写真をデジタルでやってましたけどね、うん、まあちょっとデジタルには無理なものもやっぱりありますし、はいはい、そういうことがちょっとずつ理解できてきまして、はいはい、何年間使ってるうちに、はい、で、まあ、今年入ってから、はい、初めてなんかその撮影作業でも撮れるかもしれない、うんうん、まあ、だから結局撮れたのはフィルムで言ったら多分失敗作品だと思うんですね、あ、そうなの、白っぽくなる、ああ、周辺がね、まあ、周辺もそうです、落としてるっていうか、でも、うん、それがなんか、下手くそなりに潔いかなと思って、いやなんかね、今までほんまにね、なんか僕はあったんもう14年ぐらいなんですかね、14年ぐらいになるんですけど、その頃もう80過ぎてんから思ってましたよね写真はですよ、だから完成されてたし、それがこれですよ、14年ぶりに、これはこんなんなかったですよね、今ではこんなん撮ってたやつボロカス出ましたよ、ね、いやこんなん多分ボロカス出たでしょ、14年前から興味なかったですからね、はい、やっとこれ砂丘で出してたら怒ってたでしょ、そんなことはないですよ、なんか興味は人間変わりますよ ね、いやすごい僕だから反対嬉しい、なんかそんな感じがしました、なんかね新しく何かを始めてる感じは、まあ今までね、これいうのも撮ってますけどね、うん、これはあれですよね、あの草がこう風でくるくるってなんか、はい、指じゃないですよね、ちょっとたまにやってましたね、一人で楽しかったこれはあの鳥取砂丘特有にある植物、砂丘植物ですね、名前は、はい、まあ、ちょっと内緒ですけど、内緒知らないですあどうですか今回二人展このよかったやってみて、なんとか、よかったかなと思いました、私は、はい、よかったかなって感じです、あまあなんかね、一応ある種永遠のライバル、永遠のあれスタッフね、いやいや、いつこう下克上というかね、頑張ってるんですよね、うん、あんなんかこう気を落としますからね、はい、その頑張ってる太田さんのやつをちょっと先に見ましょうか、はい、あの去年黒いんで、はい、あの黒いままで僕はあえて、はい、復写しましたけど、どっちにしてもこう光が少ない空間なんで、はい、これわざと曇ってる日ばっかりなんですか、いや晴れてる時もありますよ、晴れてるところもあると思いますね、うん、でもまあ大体こう、はい、うっすら薄晴れですね、なんかこう、はいはい、きつい光じゃないです、はいはい、はあ、
完全に曇りってわけでもないです、はい、ああこれ何箇所ぐらいの森なんですか。ねえ、あの3箇所。あ、3箇所、はい、でもまあぶっちゃけてね、これがどこどこってそんな具体的にあるもんじゃなくて、ああそうですね、つなげていった感じ。そうですよね。でこれがあまりにも分かりにくいんで、はい、あのアップ取りましたアップ取りました。これでは分からないからね。ね、何とっとんねこいつっていう話でしょ。ね、一応あの真ん中に太田さん得意のバンビちゃんが。はい、バンビちゃん。これ奈良公園なんですよね。奈良公園。このバンビちゃんにちょっと引き寄せられて、はいはい、奥へ奥へ行ったから。でも太田さんはじめずっとこの鹿取ってましたよね。そうなんですよ。森というよりもどっちかというと鹿のイメージが強かった。そうなんです。ずーっと鹿取ってて、だん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 もっとこう広く見るようになってたんですよね。はいはいはい、鹿はうまいんですか。鹿ね、美味しいんだよねえ、なんかね、森どうですか今回の森は。今回の森ですか、はい、どん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 なんかね、はい、どういったんでしょうね、はい、あれすごい僕受け身なんですよね、その森に対して。ああ、その木を増やしたくて増やしたくて、はいはい、広げてる段階って感じです。でも太田さんの森って僕の印象で言えば初めの頃もっと怖かったですけどね。あ、なんかこう変な言い方ですると、なんかこう殺人現場じゃないけど、そうですね、なんかここに埋められてんちゃうかなみたいなね。今回もここに埋められてるみたいなことみんな言ってましたけど。あ、ほんまですか。僕もなんか森のなんかこう静寂っていうか、あのそんな怖さは感じなかったですけどね、うん、僕は今回は。何ていうんですか、どん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 何かこう、うん、自分を静かにしていってこう、うん、ねえ、何か受け入れていけたらいいなみたいな。はいはいはい、はあ、はい、まあこれ聞いてますよね。これアップです、うん、いやこの DM の最後、これが一応最後じゃないですか。ああ、その前にこれが来てて、ゆうやこれが映ってるわけですからね。これ聞いてますよね、さ並びで言うたら。並び今回結構考えてますか。考えました。ずーっと家で。翔太さん考えてなかったですよね。太田さんはね、僕はもう完全に考えて、この幅とか、この、どんな幅まあ一応ね、若干ちょっと、ここまで進めたら合わせよっていう話なんですけど、若干合ってない。あれってこと大きかった、はい、じゃあ黒入れた。あれよく見るなんかビル角度で違うんですよ、微妙にあれとか、はい、で今回この額は神戸だな、買ってきますよ、スエーズにさぼったくり楽屋でした。録音されてます。冗談ですよ。お金、だからある程度これ指示やって作ったんですよ。そうですね、まあまあ、楽譜のフレームはここだから選んでくださいみたいな感じで、はいはいはい、大きさをこう指定する感じ、だからなんかね、すごいなんかこの、うん、いい感じの楽です。翔太さんあんまり楽にこだわらないでもね、初めの頃楽ガーッと楽ですよね。最近なんかこう、お金に困ってたの。そうなんです。楽装とかそういうのはしっかりせなあかんなと思いましたね。いや、ほんでまあ大きくするんやったらね、ちょっと楽難しい。正代さんこれ家はでかいですからね、これ。A1 と A3。うん。まあでかく見せたいっていう。いつもでかく見せたいですね。最初思い出しました。ああ、B0 ね。なんか大きかったらええんかみたいな。ちょっと病気でしたね、あれみんな。ずっとついてましたもんね、はい、でもまあ、まあ、今回のこの大きさは、うん、まあ、あれぐらいの大きさでそんなにうるさくないっていうの、はいはい、大きさやったかなと思って。あ、前やったら B0 でやってましたね。B0 2枚ぐらいしか入らなかったですもんね。そうですよね、うん、そう思ったら今回は、うん、まあ、なんか友達言われました、大きして何を見せたいねって言われて、うん、だからある種現物に近づけたんじゃないですか。いや、なんかわからないですけどね、うん、ちっちゃくよりもちょっと細かくもうちょっと見てほしいなっていうことがあったかもしれない。はい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 、それがちょっと大きすぎても困るしっていうのが以前やった時に思いました。でも翔太さんなんかこう売れる写真やと思うんですよ。そうですね、なんか売るんやったらこの大きさちょっとでかすぎるじゃないですか。はい、ね、で太田さんのはなんか反対にきちっとこう、うん、
売れ残る写真して。いや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 、バンビちゃん売れるでしょ。あれ行きますよ、ね。あれは売れるでしょ。いや、なんか、なんやろな、まあ、売るっていうか、例えばね、部屋に森とかでも砂とかでも飾りたい人いっぱい世の中にいると思いますけどね。うん、今回どうなんですか、お互いのこの出方じゃないけど、結果的にどんな持ってくんやろうとかいろいろあるでしょ、ね、あいつ誰でこんなんちゃうかとかいろいろあるやん、探りね。で、こう蓋開けてみて、こうだけの話、勝ったんですか、負けた。なんかギリギリ判定勝ち、ホールドにはなれへんかなって感じ。ああ、え、正直さん判定どうやって相手の写真見て。負けたなかったですね、引き分け、引き分けっていうか、はい、まあ、俺にとっては正直興味なかった。なんか、まあ、対局みたいなのどうしてもね、ガミみたいな形で打つとって、うん、なんかそれがね、はい、まあ、いつも救われたのは、うん、まあ、子供は何でもそ、はい、そんなに怖くなかったので、それと、あ、まあ、はいはい、怖くない、まあ、なんか優しさが、優しさありますよね。だから、何なんですかね、うん、一緒に出して、うん、まあ、僕の方が怖かったとかあるかもしれないですけども、うんうん、僕の本人的に言ったら、うん、なんか穏やかに見えるようってきたなと思って、うん、ああ相手の写真ですか。そうですね、そういう写真もやっぱり、ちょっと一緒にやるのドキドキしますから、うん、そうですよね。それが、うん、まあ、二人での面白いとこ、相手何持ってくるか分からへん怖さでしょ。そうですね、それは、まあ、あんまり何も話をしないまま進んだんで、うん、でもいいコンビネーションだったと思うんですよね。そうですね。うん。そう思ってもらったらね、見てる人にどう、はい、どうかなとは思いました。で、今回なんか今までと違う感じで出してるじゃないですか。すごいその勝手ですか。いや、ほんで、今まで翔太さんの写真知ってる人から見て、今回は何、どういう感想や。まあ何回かね、見てる人、初めて見る人もいるけど、なんか翔太さんが今までやってきた、見てる人とか、はい、どんな感想を聞いたんですか。いい方向ですか、悪い方ですか。良かったんじゃないですか、ね。良かったです。そんな、まあ、ちょっとあかんっていう人もいましたし、え、うん、いや、あかんっていうかね、なんか誰です、タオラボ、いやいや、師匠ね、宮本先生、ね、ああ、宮本先生。出ていただいた形は、はいはい、すごい勉強になりましたし、うんうん、でも皆さん、まあそれはなかなか言えないでしょうね。まあね、だからが翔太さんの意見言えるしかない。でも、ちょっとやっぱ今のちょっともやっぱり変化した方が見てる人は楽しいんちゃうかなって気がしませんか。僕は、うん、そんな感じがします、見てて、うん、でも今までそんな変化をずっとなかったです。なかったでしょ、変な言い方ですけど。いや、そのちっちゃな変化はあったとしても、こう他人が分かるぐらいの変化って今回初めてですよね。今まで微妙なちっちゃな変化はあったんですけど、それはいっぱいね、自分のやつ見てるから、今回はもう歴然と違いましたからね。ね、うん、で、太田さんはどうなんですか。自分のやつの感想はもう、うんうん、あんまり変わってない気がしてるんですけど、はい、今回はちょっと違うって言われた人とか多くて、うん、自分ではあんまり分かんないです。はい、それはいいように違う。いいようになんですかね。よく分からないと言われますよね。あ、前までもっと分かりやすかったけど、はい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 、今回は分かりにくい。はい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 。あとこう写真見てて、ストーリーが組み立てられへんとかっていう人もいますよね。ストーリーはないと思うんですけどね。僕の中でもなしですけどね。あんまりね、そんな言うほど起承転結みたいなね。ある種、うん、でもまあなんかこうやっぱ秩序ってね、はい、あるわけじゃないですか、はいはい、この植物ってやっぱ太陽を求めてるわけですからね、はい、でそれが自然の持つ形になってこう、うん、そうですね、続いていってるっていうか生きてるわけですね。何かはこう進行途上で何かはこう朽ちていっててっていうのがあらゆるところで混在してて、まあ、ある種これ宇宙ですから ね、うん、もっと宇宙に行きたいなって感じですよね、うん、最後これがねなんか印象的でした ね、 これ小田さん DM にも使いましたけど、これどういう自分の中で分析してこれはどういう良さが
はい、これは僕の中ではあの、うん、ほんまにもうこう捨てるものと、うん、していくものと新しくこう、うん、再生していくもの、世界の象徴みたいな感じ、ああこう死んでいくもんと新しく生まれるもん、この両方あって初めて美しい瞬間とか、はいはい、そういう感じはすごいしてて、僕ねこれなんかね抱き合ってるように見えたんですよ、両方ですか、この、でっかい木と、はいはい、あでちっちゃい木あるじゃないですか、でこれあの、まあ、僕はねあのこうだから、まあ、例えばです、はいはいはい、男したやなと思って、男したやうん、確かに、え見えない、見えたんです、だからすごいなんか、そうそうすごいエロチックな風に僕は見えた、だからその自然の、まあこれもねある種営みですから、そうですよね、そこまでは動物全然マーク、いや僕はそのちょっとエロチックな風景写真やなって僕は思ったんですよ、うん、いやいや、どう兄貴はどうなんですか、今回太田さん今までいろいろ見てきましたけど、はい、どんな感想ですか、この後輩の写真は、後輩の写真えどうなんですか、結構そこそこ親びようになったない感じなんですか、まだまだやでお前はっていう感じですか、僕はもうでも山は撮ってないんでね、あの、うん、ただの世界はやっぱり新しいものみたいな感じでいつも見てるんですけど、うんうん、まあ、森は興味ないんですか、いや撮ってはいい、森を撮る、森を撮りたいっていう感じじゃないですね、うんうん、あのまあ、あのそれは50歳の時はやりたいな、それなんでなんですか、いや、まあ、50歳でね、あのまだ、まだ限りつけるってこと、いや違う、50歳から50歳になったら砂を捨てるってこと、捨てるというか、まだ砂も取りたいし、森も取りたい、森も取りたいです、どん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 欲深くなってくる、お前欲深いですね、なんかあ森も今度はちょっとな、一回もなら森対決とかも、いや、めっそうもないです、いやいやいや、わかんないですよ、何で怒るかわかんない、どうなんですか、翔平さんの写真、マジキね、ホームラン打つから怖いんですよ、自分の中では、あ、今回はどうやどんなんですか、今回ね、打ち上げて、今回ね、別に怒ったのか止めますから、新しいフォームを考え出して打ってる途中なんで、あ、フォーム変えたと、フォーム変えてきましたね、あ、フォーム変えたんですか、フォーム変えてますよね、で、より儲かるようにいってるとい, やいやいや、前のね、打法で来られたら、あれですよ、フォームの負けですよ、なんかね、前は常に横綱相撲みたいなね、もう、へえって、足がある、ね、そう、これはお前らにはできへんやろっていう感じの、なんかこう、強さみたいなね、今回は割と ね、あのキリラでもこんな感じで取れるんちゃうかっていう、ちょっとカジュアルな気がしたんですよ、カジュアルっていうか、まあ、あえてその、ね、違うんですよ。そう楽しんでる感じはすごいしましたけどね、楽しかったです、撮ってんのも楽しんでるし、うん、その後で、うん、その自分の世界に変えていく作業も楽しんでるしっていう感じはすごい、うんうん、楽しかった、前苦行っぽかった、前ね、もっとなんかこうってなる感じ、ね、苦行な気がしたんです、今回は割と楽しい、僕も楽しんでるかな、うん、そうかもしれない、うん、前かそういう全然違いますよね、うん、うん、自由やったかもしれない、うん、自分の中のワークっていうのが変わったかもしれないですね、それはね、めっちゃ羨ましいですね、うん、なるほど、ほんなら今度は森をやりますか、3年後木曜は3年後え、ほんなら森は取らないですか、いや最近だから結構ね、街中とかどんどん面白いです、はいはい、何とかもいろいろ砂とか取らないはね、なんか兄貴のに似てくるんですよ、撮ってたら、あ、自分影響されてるってこと、それがね、すごいね、悪影響じゃないんですか、悪影響そう、顔見たら、なんかあれとか兄貴と思うんですよ、これ、はいはいはい、はい、あれでね、すごい、まあ、いっぱい撮ってますからね、なんか影に常に怯えなあかん、何やっても、なんか真似してるように思われますね、ね、真似した日にはね、また怒られる、僕より一写真撮ってますから、違う、砂系で一緒に出るみたいです、いつもそれを思ってました、いやいやいや、まあね、まあ僕も今回はいい意味で勝った負けたらなんかなくて、うん、なんかこういいハーモニーになってるなと思って、お互いがお互いのなんか持ち場をちゃんとこう、そうですね、知ってるっていうかね、
なんかこうかデュオで言うんやったらすごいこうハーモニーになってるじゃん。前まではね、殴り合いみたいなのがありますけど、ね、今回初めね、多分殴りに来るつもりやったと思いますけど、まあ、ギャフンと言わそう。ギャフン、お前倒すぞみたいな感じでこう、あだからお前後輩なんやみたいな。そうそうそう、怖いとか思ってね。そうじゃない、わかんないっす、わかんないっす。いやいやいや、なんかね、どうですか、これからもほんなら自然は二人ともやっていくの。僕はね、取っていきたいっすね、うん、で、翔平さんはどうですか、自然は、まあ、オナなんていうか、翔平さんやらなあかんこともあるじゃん。バラ宇宙、バラ花とかどうですか、花を、ジャンル、やってみたいですね。いや、花ね、花取ってますもんね。バラも取ってましたよね。バラも取ってましたよね。ハッセルが取ってました。うん、取ってましたよ。僕は印象ありますよ。ハッセルのやつ。何枚かみたいな。また岡島さんのバラも見たことありますし。いやいや、まあね、来年バラ宇宙というタイトルはまあそれは使わないんですけど、一応バラの写真は撮りたいですよね。うん、来年の11月、うん、かっこよすぎるじゃないですか。いや、なんでかも、いやいや、いや、僕ができることってそういうことしかできない。だから言ってそれが何やねんって言われたらね、説明する必要ないですよ、はい、でも僕はね、まあなんか別に細かく言う必要はないんでしょうね。画集見せてもらって、ああやっぱこうやってこうずっと一つのことを追いかけてる人のこの全体を見るとね、やっぱりこう積み重ねるなと思うし、だから何かを積み重ねていくっていうのは結果論じゃないですか。結果的にそうであったわけで、ね、じゃあそのバラの写真やりたいな、うん、でもどんなできるわけなんですかね、うん、なんか怒ってるんですか。いや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 、ほんまにね、いやまあこれね、まあ、こんなこと、これ言うていいんですかね。いや、やめましょう。これやるとやります。わかりました。じゃあ僕らがやってね、はい、いやだからなんかいろんなことってタイミングであったり、次そのタイミングで次行くわけだから、なんかに、ね、影響されて次のテーマが簡単課題が与えられるわけじゃないですか、はい、でその時にね、塩崎さんの影響でもう何回先を連れていかれたか、そうですね、紐で首ガーッ引っ張られて、お前来いいう感じで。いや、ほんでもそれは塩崎さんの砂の写真があったから僕も行きたいと思ってますね。今年は行ってないけどね、去年は行ったら台風やったね、もう行ったんだみたいな。そうだから来年また行きたいなみたいなね。みんなで行きましょう。いやほんまに満月の時ね、リベンジしたいですよ。またお電波に、塩崎聡と行く鳥取砂丘ツアーね。ね、ね、もう JTB で入れようかな。入れましょう、入れましょう。もう今募集の。JTB じゃらんでもいいから。じゃらん、一回言うてくださいよ。塩崎聡と行く砂丘ツアーって。そっちやな、お金出ないですか。いやいやいや、塩崎聡と行く。ビーチギャラリーで行くんやったら。いやいやいや、ほんでなんかカニね。ね、カニも別にウラジオストクのカニでいいですか。そんな自我になくていいですか。それ食べたいですね。僕ら行ったらあんまカニも食べてないですよ、ね、でも一回食べたい。そう、食べさせられてお母さん、ね、あれは申し訳なかった、ね、残してるんです。持って帰ったんですか。まだ持って帰ったんですよ、まだ。僕はちゃんと持ってない。お母さんいらんと、いらんって言って持ったやつ、あれがまだ。いやいや、だからね、カニね、昔もらって冷蔵庫入れっぱなしにちょっとしたんですよ。素人やから。それも冷凍じゃなくて冷蔵、はいはい、ほんだら3日目にねこの世の終わりの匂いがすごいんですよ。ほんでそれゴミ袋に何十も一度に入れて、で下に掘るわけにはいけんから、はいはい、なんかちょっとなんか遠いところから来てるやつに、これちょっと捨ててくれへんねドライブインかどうか捨ててくれって言うたぐらいにちょっと恐怖症、はいはい、カニを持って帰る。まあ、あの匂いそうですね、うん、カニ腐らせたらほんまに臭いです。
まあなんかなんかないですか、なんか今回。K いい名前ですよね。うん。いや時々やっぱこうね、まあ振り返るわけじゃなくて自分の確認みたいなもんで、うん、やっぱプリントやったりこうね、大きくしたり一回こうセレクトしたりレタッチしたりするっていうのは時々ねやらんと、ね、すぐね、なんかこう、そうなんですよ、やっぱりね、いろんな意味でも生きてるうちにいろんなことさっき言ったようにやりましょう、うん、いろいろやった方がいい、僕はいいと思いますよ、うん、うん、なんか同じ繰り返しを時間かけてやっても意味ないから、また次々っと思うがままにやっていったら面白いと僕は思いますけどね、うん、だからほんでもやっぱりね、一回やったら次何するねん言うた時難しい、これを超えていかないね、うん、ね、次々ですね、そうなんですよ、そうだら今ね、塩崎さんはなんかいろんなことにこう緩やかにこうアプローチしてるけど、太田さんはどっちかというとこう修行僧にやっていかないからね、もうちょっとこうグッとこう絞る必要はあるかも、ね、もうちょっと絞りますね、一回はもうカラカラなるまで絞り上げる必要は僕はあると思うんですよ、ね、僕も次白になるかもしれないね、ねえ、なんかそれはね、ある種塩崎さんが一回こうほんまに一滴も出えへん ね、なんかそう、僕は言ってないですよ、全然言ってないですからね、いやいやいや、本当はそれ言ってほしいですね、それは僕はいけなかった、いやいやいや、かなり絞り込みましょうね、神の領域にかなり、ね、どうすんかな思ったらスッて ね、 ねまさかのあのあれです、うまい具合にね、スイッチ切り替えましたね太田さんはあともうちょっとだけグッと絞り込まんと塩崎さんの息が、そうですね、うん、いかない、言ってますから、またさらに絞ってください、さらに絞ってもう打倒塩崎、一緒にできないぐらい打倒塩崎、打倒塩崎走って逃げて帰りますから、うん、今年まだ先ほど行くんですか、もう12月最後に、あと1回ぐらい行く、1回ぐらいは何とか行きたい、鳥取先、はい、太田さんの方がまた森と私使いますから、でも太田さんの場合も森言うてもね、 ある種そんな変わらないでしょ、風景変わるんですか、どういうことですか、例えばその神戸の森と和歌山の森と思ったら、微妙にはね違いますけど、うん、音の中ではそんなに変わらないです、あ近くでも遠くでも、はいはい、でもまあ家の裏は森ですもん、森です、家の裏は砂丘でしたっけ、電車走ってますねえ、そうですか、なんかないですか、もう最後なんか好きなフリータイム、フリータイムの、もうあんま行ってください、なんでこっち行くの、もうなんかないですか、告知ないんですか、告知、はい、今度なんか雑誌発売とかそうなんです、塩崎さんがこうメインでやったことになってるとかそうなんです、あんまりないですね、あの先生強烈でしたね、ああ雑誌大学のね、塩崎さんは大学でも一応写真を教えてるんですよね、本物先生です、いやほんま先生、リアル先生、いやほんまに、え失格ですけど、いやね、同僚っていうかあれ先輩なんですか、いや同僚とかそれはまあ教授で、うん、私はもう非常勤、ああの人結構キャラ強いですよね、強いですね、ねえ、なんかかっこいいでしょ、うん、でもなんかね、なんかこうもう絵に描いたようなキャラでしたね、オーラ出てましたよ、オーラ出てましたよね、あの人輝きながら来ました、いやなんかもう自分のこうスタイルっていうか、うん、持っててね、うん、面白いな、うん、めっちゃ面白かったです、そんな大丈夫、見えてますか、ね、なんかすぐにそんなになるんで、ベンチ切れします、ね、ほんなら今年のね、来年からでしたっけ、また授業、今年まだあるんですか、今年あと1回ぐらいあるんですか、いや、3回ぐらい、あ、うん、なんか厳しくしろって言われてますよ、生徒に厳しくしろっていうかね、なんかまあ、うん、その言葉はそういう生徒に甘い、甘いというか、ね、写真が岡島さんともしゃべってましたけどね、うん、
ピースギャラリーに来られてる方々はやっぱり写真が好きで、うん、はい、それがすごく感じて、今日本当にいい時代などの、はいはい、本当に来てくれる人が、ね、はい、写真が好きで、はい、っていう形だったので、はい、まあ、学生にはそれはかもしれないけど、まだそこまで、ね、うん、時間もそうですし、はいはい、まあ、若いですよね。そうですよ。でもなんか、写真を教えてたらね、写真をちょっとでも好きになってもらえるような、はい、いや、そうなんですよ。だからね、うん、あのね、なんか写真うまい下手みたいなのあるじゃないですか。で、今までがうまいか下手かしかない。で、どうやったらうまく撮れるんやろみたいなことで、しか写真がなかった状態があったとするとね、こんな寂しい話じゃないです。おもろいかおもろないかなんです。そう、うまいか下手かって、そんなどうでもいい話で。だからそのいかに面白く撮るっていうか、面白く感じるっていうか、面白いっていうのは一体何なんやろってことをもうちょっとこう写真の中にあればね、それぞれやから、最終的にそういうの方が面白いです、うん、だから写真をうまく撮りましょうみたいなことはもうね、ドブ捨てた方がいいと思う、僕は。そんなことでやると、なんか自分の面白さっていうか、分からないから、だからそういうのは生徒さんにね、だからそれ技術ばっかり教えても仕方ないですよね。ちょっとクリスさせてるだけですよ。まあそんなこと言ってくれるぐらいの方が、僕はでも技術はやっぱり、うん、まあ必要ですよ、技術。技術、まあね、うん、でも技術ってなんか本読んだから分かるもんじゃなくて、僕らというかここね1週間ね、ずっとコーヒー入れてたんですよ。そうですよ、コーヒー、もう何倍飲んでんねんぐらい。何も使ったか分からんぐらい。金何も使ってないぐらい。豆。そうでしょ、もう今日も5、6回僕入れてますよ、ね、もうだいぶ長くなってます。でも何でやってるか言うたら、コーヒー入れるのうまくなりたいんじゃなくて、美味しいっていうか、自分が納得できるコーヒー作ろうと思って、毎回入れ方ちゃうんです。で、今これこれ飲んでるやつね、これ結構ね、自分の中ではベストに近かったんですよ。ある意味で、だからもう一回やれ言うたらできないんですよ、いろんな調理。でもこれが写真やったら、こんな楽しいことないんですよ。で、これはなおかつ、塩崎さんにね、そう、ちょっとどうですかって聞いたでしょ。自信があるから聞いたんですよ。なお前のまあまあやねん、みたいな言ってましたけどね。だから写真も、なんか自分が思ったもんできたら 見せたいというか、飲んでほしいのかしら。で、それで、ね、なんか悪いこと言われても何も答えないんですよ。でも、まあ、彼に、いや、美味しいです、面白いって言われたらめっちゃ嬉しいです。だから、もうそういうことと一緒だと思う。コーヒー作るのも、写真撮るのも。うん。自分が飲みたいからこれ作ってるし、ね、はい、うん、自分が撮りたいものを撮るっていうのはそこが基本なんか何怒ってんすか日々反省反省って言ってね、うん、僕ら教えてるかけどね、もう、いや、もう出会いが大先生ですから、ね、いや、ほんまに大先生です。サラブレッドですか、ね、サラブレッドです。みんなサラブレッドがそうってるんですよ。いやいや、サラブレッドの僕らドバンコドブロク、僕ら兄貴サラブレッドです、ね、だからサラブレッドはサラブレッドらしく、どんな感じですか本当にもね、たまたまやらせてもらって、いやいや、でももうサラブレッドその目を積んでるんで、いやいやサラブレッド、まあ、僕らね、僕ら途中でなんかイノシシとかの血入ってるんですか。ありません。うん、怖い怖い。もう馬だけの血です。猿ですか。なんでや。猿の血ない。いやいやいや。太田さんなんかあるんですか。予定が。今のところね、何も考えないですけど、今なんかここになんかもう棒がついてるんですよね。あまりにも本当に留守しすぎて。あ、何も考えない。初めてですね、こんだけやった。こんだけだ。しんどいでしょ。しんどいです。めちゃめちゃ留守番し。しんどいですよ。だから。なんかね、来たら来たでいろんな発生なんです。ご苦労様です。兄貴も初めてですよ、こんな留守番した。今、ずっと遅刻してました。いやいやいや、ほんともういや、だから留守番というか、人とこう自分の写真ね、こう、なんかこう、交わる会話って面白い。今までね、本当なんかやってるけど、あんまり喋らなかったですね。うん、だから後ろに出てこうやって音が。でもまあ、なんかこのね、やっぱりライブっていうか、話するの面白いです。だから全部言ってる方がええとか僕は言わないです、はいはい、これ凝縮して1日の2日行ってたらもう十分。そうですね、うん、それで、ね、まあまたなんか今度ね、来年またなんか、ね、2人でなんかやってくれたら嬉しいです、うん、どうも、いや、盛り上がってるんですよ、こんなダバとは俺はレースでけへんねん。そういうことです。ポニーとは走れへん
ね、場所をこう担保にしたら意外とこう行けるかもしれない。まあ来年はだから決定してるのはあれやね、来年は塩崎聡と行く鳥取砂丘ツアー、そうで、写真展もやったたくさん参加しました。他にもちゃんと3人ぐらいでいつもいじめられる。いや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 、それ来年、まあ夏の終わりぐらいに行って、でまた秋口展示で行って楽しい。でもまあ、カニ食おう思ったら冬なんですよね。え、じゃあ10月はね、まあ、満月はカニないですね、よく見たら、ね。ないですね。カニ取るか満月取るかどっちかですよね。どっち取るか。人数が少なかったら満月。ああ、多かったら多かったらね。でもあの旅館、まあ、止めさせてくれるんですか。絶対言い出してくれます。たくさんもたがってくれてたんで。ほんまですか。それは嬉しいです、あっちの人たちはね。いや、ほんまですか。でも一応あれ休業してるんですよ、あの旅館は。無理やり開けてるんですよ、しばらくさんの。おばあちゃんたちもね、本当にもうお年なんで、うん。いや、準備するだけで大変じゃないですか。息子がいるじゃないですか。いや、ほんでも大変、大丈夫。浜ちゃんがいますね。浜ちゃん。浜ちゃんめっちゃ元気ですから。うんね、らっきょうだし知らん間に喫煙、あ、禁煙で貼った。僕らね、あ、吸いすぎない向こうはびっくりしたんですよ。あいつらに部屋貸したらタオ臭いからあかん、ね、あの外で吸うんで、あのまた言うと言うまたほんまに人数増えたら管理の時に行きましょう。で、しても僕らだけの友達少なくなったらまた満月また来年そんな感じで自然写真、ね、山もね、山行ったら遭難する人出たら、ね、ああそうなんですよ。だからその遭難になってしまったら問題になるから大変だ。やっぱこう先はあれ絶対大丈夫じゃん。そうですね、山はね、どこ行くかわからへん、たまに迷いますからね、紐付けとかね、ね、覚醒器持ってあれですよ、ね、そうでしょ、そうそう。で、僕昨日ぐらいブラーンとしてたら嫌でしょ。そんな壮絶な最後です。いやいや、もうみんなバシャバシャ写真撮ったらどうしますか。いやいや、写真のみだよ。そんなこと言ってない。いやいや、まあまたこんな感じで来年。はい。どうもありがとうございました。ほんまに。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いい時間ありがとうございます。